フアネス、フアネス、フーネス、本名、ホア・エスタバン・リスタ・ザバル・バスケス1972年8月9日帯は、コロンビアのロック歌手。世界中で1500万枚以上のアルバムと1000万枚のシングルを売り上げている。2009年には、ビルボード氏において、00年代のラテンアーティストに選ばれている。また、社会的、人道的支援の活動家としての評価も高い。 1972年、コロンビアの第二の都市メデジン近郊のカロリナ、デルプリンシッペに生まれる。子供の頃から本名のフアンエステバンを略してフアネスと呼ばれていた。音楽好きの一家に育ち、彼と5人の兄弟は父親から音楽の手ほどきを受けた。6歳の時、初めてギターを手にし、8歳で作曲を始めた。 父親は子供たちに弾かせようとアコーディオンを購入したことがあったが、盗難に遭ってしまったというエピソードがある。小学校5年の終わり、コロンビア共和国の初等教育は5年、フアネスはヘビーメタルに夢中になった。自宅で大音量でヘビーメタルを聴いていて、あいつの聴いている音楽は何だ。あいつはマニーでもなったのか。と、家族から非難された。ヘビーメタルバンドの中でも、 とりわけメタリカの熱狂的なファンであった。ソロデビューしてからもメタリカから影響を受けたことを何度も語っている。例えば DVDL ジアリオデフーネス、エルディアリオデフアネスフアネスの素顔の映像でメタリカのメンバーからもらったリストバンドを自慢しているシーンがある。2008年のプリーミー MTV ではメタリカのプレゼンター役を務めステージの下でメタリカのメンバーから抱擁を受けた。 ヘビーメタルのアーティストの真似をして、髪を伸ばし、タトゥーを入れ、ピアスをした。母親は、長髪とピアスなんて女の子のするものだと思ったが、子供の頃から頑固だったフアネスに、何を言っても無駄だと諦めていたという。フアネスが十代を過ごした1980年代、メデジンでは、麻薬組織と政府の戦争が繰り広げられていた。爆弾テロや、誘拐。 殺人などが日常的に生じていた。フワネスも、いとこが誘拐犯に殺害され、友人が銃の犠牲になっている。メデジンのこの状況は、フワネスの音楽に多大な影響を及ぼしていると考えられる。フワネスは一貫して、対人時代や誘拐、争い、そして平和や愛について歌い続けている。また、10代の多感な時期に、周囲がこのような、 ハードな環境だったがために音楽にのめり込んでいっとも言う。フアネスのキャリアは15歳の時に結成したヘビーメタルバンドエキモシスから始まった。メンバーはアンドレス・ガルシア、フェルナンド、トビート・トボン、ホセ・ダビット・ロペラ。フアネスはボーカル、ギター、作曲を担当した。初期、エキモシスはメタリカ等の影響を受けたヘビーメタルバンドであったが彼らは スペイン語のメタリカになることを目指さず、次第に民族音楽との融合を図った音楽となる。90年代、ブラジル出身のバンドセバルトラが、祖国ブラジルのリズムや楽器より入れたスタイルで、欧米や日本において人気を博していた。エキモシスのメタルとコロンビア音楽の融合というスタイルは、ポストスラッシュ時代の南米産メタルの一つの流れの中に行ったと思われる。 ライブ活動を経て、2曲入りのデモテープを録音。これらの曲は、メデジンの街にあふれる暴力やコロンビアにおける社会問題について歌っており、現在のフアネスの楽曲と通じるものがある。デモは完売し、セカンドアルバムの準備に着手したところ、運よくコディスコスレーベルとの契約を結ぶ。売れない頃は、安宿とひどい食べ物、時には空腹を我慢しながら、 ツアーに回った。変色のフアネスは、ハンバーガーなどの好物を食べられないため、他のメンバーよりもツアーでは苦しんだと当時のメンバーが語っている。1993年には、ヒット曲、ソロを含むアルバム2位のギガンテ。1994年、シーガドパシーフィコ。1995年には、新規メンバーが加入し、アモール・ビレングをリリース。 コロンビア国内での知名度を上げていった。バンドが軌道に乗り始めた頃、フアネスはボリバリアーナ大学で産業デザインの勉強をしていた。彼の両親は彼が音楽にのめり込み始めた時から勉学を優先するようにうるさく言っていた。だが家族の反対をよそに卒業を間近にしてフアネスは大学を中退し音楽の道に進んだ。 95年には、ボンジョビのオープニングアクトに選ばれたが、実現はしなかった。96年に、アンプラグドのライブアルバムをリリース。同じ年にロスアンゼルスツアーと米国でのレコーディングを企みし、97年に、バンド名と同名のアルバムエキモジースをリリース。このアルバムに収録されている、L.A. ティラは、大ヒットし、第二のコロンビア国家とまで呼ぶ者も,もいる。バンドは、 絶頂期を迎えたが、方向性の違いから、フアン・エステバンは脱退し、フアネスとしてソロ活動を始めることになった。ドラマーのホセは、フアネスのファーストアルバムから参加し、ギターのトビーもまた、セカンドアルバムから現在までフアネスの音楽を支えている。2012年現在、主要メンバーは脱退しているが、エキモシスはコロンビア国内で活動をしている。 ソロデビューを目指して、99年単身で、ロスアンゼルスに渡る。この年、EP 版のデモを作成し、レコード会社を回ったが、反応は悪かった。レコード会社は、彼のようなロック色の濃いスタイルではなく、もっと今風のサウンドを求めていた、スペイン語版ウィキペディアより、観光ビザで入国していて、銀行口座は開けず、全財産は、ジャケットの内ポケットの中、 アイラ2006.73、すなわち、非正規滞在者であった。人生で最もハードな時期であったと、インタビューでしばしば語っている。フアネスの母親は、彼がロスから電話をしてきて泣きながら、帰りたい友と漏らしたが、強くなりなさいとアドバイスしたと語っている。フーネス LA、フェアッサデール A パラブラディフュージアムより、レコード会社に送ったデモは、 ロック・エン・エスパニョールの名プロデューサー、グスターボ・サンタオラヤの手に渡った。彼は、フアネスの資質と可能性を見出し、彼のプロデュースで2000年にファーストソロアルバムフィホテ、ビアン、フィハテビエン気をつけろ。愛する君へのメッセージが発売される。また、数々のラテン系アーティストを一躍有名人に押し上げたフェルナン・マルティネスが彼のマネージャーについた。才能あるアーティストは、 大物プロデューサーと大物マネージャーの後ろを得たのである。このアルバムは大ヒットにはならなかったが、それにもかかわらずラテングラミー7部門にエントリーされ、3部門で受賞し、無名のロック歌手は一躍有名人となった。このアルバムに含まれる楽曲のサウンド的な特徴は、エキモシス・コーキとも共通する、ポップロックとコロンビアの民族音楽のミックスである。 歌われている内容は、故郷コロンビアの状況を歌ったものや、人々が傷つけ合う姿を歌ったものなど、全体として暗いイメージの楽曲で占められている。代表作フィホテ・ビアンは、対人地雷について歌っており、足元に注意、歩くときは注意して、地雷が君の足をバラバラにしてしまわないようにと、故郷の人々に注意を促す内容である。なお、 日本では2006年にミソングレイ愛と情熱の絆の発売に合わせて旧作として発売された。2002年に発表されたこの作品は前作のツアー中に書きためた曲をもとに作られた。アルバムは世界中で200万枚以上を売り上げ大ヒットを記録した。コロンビアでは発売初日にゴールドアルバムを獲得。ビルボードラテンチャートでは トップ1292週にもわたってランクインした。MTV ラテンアメリカアワードでは年間最優秀アーティストに選ばれた。ラテングラミーでは6部門を受賞している。2002年に A、D スルピド、神に祈りをがロック部門の最優秀ソングを受賞し、翌年の2003年、最優秀アルバム、ベストロックアルバム、最優秀ソング、S4TI。 君がいるから、最優秀レコーディング作品、エスポーティーイ。君がいるから、ベストロックソング、マラゲンテ、小悪魔の五感を達成した。前作の楽曲は、危険で暗く傷ついたイメージの歌詞が特徴的であったが、本作の歌詞は、生きること、愛、平和に彩られている。フワネス自身、前作、フィハテビエン時代を、 夜の闇とすれば、ディアノルマルはその後訪れた夜明けだと述べている。このアルバムで歌われている愛の物語は、フアネスの実際の経験をもとに作られたという。アルバムの成功だけでなく、数多くのシングル曲が大ヒットした。先行シングル A、D スルピド、神に祈りをは、発売後、瞬く間に、ラテンアメリカ各国やヨーロッパで大ヒットし、 十二カ国で一位を獲得した。ビルボードホットラテンソングスには四十七週連続でチャートインした。歌詞の内容は、家族や身近な人、そして未来の子供たちを守ってくれるよう神に祈るいうもので、ある。ファーストシングル、A、D スルピド、神に祈るように続き、エスポーティーアイ、君がいるから、マラゲンテ、小悪魔、ネリー・ーファータドとのデュエット曲、フォトグラフィア、 君の写真を見つめるなど、本作に含まれている楽曲はロックからバラードまで多彩である。そして、本作の成功によって愛と平和を歌うフアネスのイメージが確立された。ディズニー制作映画マクファーランド、USA 主題歌。幼少の頃から様々な音楽を聴き、それが彼の音楽のベースになっていることは、様々なインタビュー等で取り上げられている事実である。 ただ、挙げられる、ジャンル及びアーティストは、記事や、インタビューごとに、多少の差異が見られる。記事の書き手が、フアネスの音楽に描く印象から書かれた、ケース、フアネスがその時々に聴いた音楽を列挙しているケース、フアネスがインタビューの意図に合わせて回答しているケースなど、様々な要因によって、列挙される、ジャンル及びアーティストが変化していると考えられる。日本の雑誌では、 月刊ラティーナ2006年7月号のインタビューで影響を受けた音楽やお気に入りの音楽について詳しく述べられているので当該部分について引用する。メタリカやレッドチェッペリンに影響されたと言っていますが、現在影響を受けているアーティストはいますかフアネス以下 J 広いジャンルから影響を受けています。一番はロック。僕にとってロックはずっと重要だったんです。でも、 最終的には、コロンビアやラテンアメリカのポップスに寄すると思います。フォルクローレの影響がずっと強かったんですが、もちろん新しい音楽も聴いています。ロックもそうだし、新しく変化していった音楽や、そんなものすべてです。例えば、カエターノベローゾ、U2、コールドプレイ、キーインなどが好きです。ギタリストでは、J 始めた頃は、キューバ人のシルビオ・ロドリゲス。 それから、ジミヘン、エリック・クラプトン、デビット・ギルモア、メタリカ、セッペリン、ブラック・サバスのような音楽をやってたんです。あなたの生まれ故郷メデジンの音楽といったら、ジェイ・グアスカが人気です。これは山の方から伝わった音楽。カリレーラというのも人気で、基本的にはその二つです。メデジンでもいろんなジャンルの音楽が聴かれているという子ですね。ジェイもちろんです。 バジェナートは人気だし、バンブーコやパシージョ、メキシコのランチエラなんかもメデジンでは人気です。マリアッチも聴けるし、ボレロは大事な音楽だし、サルサももちろんです。最も影響を受けたコロンビアのアーティストは誰ですかジェイジョー・アロージョ、カルロス・ビベス、ディオメデス、ディアス、ダリオ・ゴメス。ダリオ・ゴメスは、オクタビオ・メサと並んで、 グアスカやカリレーラのジャンルでとても重要な人物です。カルロス・ビベスが重要なのは、コロンビアで初めて、ポップとロックを融合させ、うまくやった人だから、カルロス・ビベスのおかげで、多くのアーティストの道が開けたと思います。日本公式サイトでは、フアネスの音楽への情熱は、コロンビア伝統音楽、バジェナートグアスカに止まらず、ボレロ、タンゴ、ランチェーラ、 クンビアを吸収していくと記述されているが、クンビアはコロンビア伝統音楽であるので、記述としては不適当と思われる。また、しばしばコロンビア伝統音楽の影響という説明がなされるが、コロンビアの音楽は地域的なバリエーションが非常に豊かである。フアネスの音楽への影響という点では、故郷のアンティオキア州の音楽からの影響が最も大きいと考えられる。 世界的な成功を収め、拠点は米国にありながら、スペイン語でしか歌わないことに強いこだわりを持っている。米国でのデビューから10年以上経っているが、その姿勢を崩すことはない。2012年5月27日付のニューヨークタイムズ誌においても、スペイン語は僕の基礎です。スペイン語は僕にしっかりとした際を与え、僕を守ってくれます。スペイン語は、 僕が僕であることの根本になっているのですと答えている。ただしわずかな例外がある。l a ビダ・ s u n ティコエン・ビボに収録されたオジオ・ポアモールではサビ部分で It's Time to Change という英語のフレーズが使われている。彼の曲の中で初めての英語である。ただ、一曲丸ごと英語曲を歌うつもりはこれからもないと断言している。他にも トニー・ベネットとのデュエット曲でも一部英語の歌詞を歌っている。これに関してもインタビューで仕方なかったと答えている。ところが2013年のグラミー賞でのプレゼンテーションでエルトン・ジョンのカバーを披露した。前半は原曲通りの英語、後半はスペイン語訳を歌った。その直後に英語でのオリジナル曲を作成中であることを明らかにしている。 次回作は英語曲とスペイン語曲が並ぶアルバムになると言われている。妻は女優のカレン・マルティネス。子供はチョージョルナ、ジジョ・パロマ、長男、ダンテの3人。フアネスの社会的活動の原動力はこの3人の子供である。インタビューでは子供ができた時にある人からこの子はこの世界で大きくなるんだよ。20年この世界はどうなってると思う ととあれ、社会的貢献に対するる。意識が変わったと述べてるフアネスは、楽曲の中で家族への愛情を表現している。パラセルエテルノは、ガンで亡くなった父親について、ラウニカは、母親について歌ってる。ツガルディアン、君を守りたいは、長女ルナについて歌っている。ジェニファー・ロペス主演、ボーダータウン報道されない殺人者で、フアネスは、 ロックスターの本人役で出演している BR 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。